なんでだよちゃんと聞け。本当にちょっとまずいと思ってるんだ。仕事で補修を受けられないこともあるかもしれない。そんなこと分かってんだったら最初からやれよ <laughs> <laughs> なんで今更危機感感してんだよ <laughs>。 そういう時この成績のままだと、本当に留年するかもしれない。だから、ここいらで本気出しとかないと。なぜほら、やればできる子だから、俺。<laughs> 何真に受けてんの <laughs> ちょろい生徒か。やればできる子ね。朝は妹に起こしてもらって、家事も妹任せで、勉強もサボって成績も悪い。そのうち勉強すらも妹任せになりそうで怖いな。<laughs> ダメダメ人間じゃない、主人公。そいつはどうしようもないな。ろくでなしだな。<laughs> てめえだてめえ。<laughs> また、七海からの実務めくるぞ。<ー>これ来た。<laughs> 突っ込んで欲しかったもん、お前のその発言は。クソたち悪いボケだったからな、今。悪かった。そんな目で見るな。冗談だよ。<laughs> <laughs> 冗談と言いつつガチの話だからな、今の <laughs>。本当にろくでなしだと思うぞ。いや、俺がろくでなしなのは間違いないが、この状況が良くないと思ってるのは本心だ。ちゃんと勉強する。本気を出す。明日から出す。間違いなく出す。お兄ちゃんを信じろ <laughs>。その明日から出す宣言がすでに信じられない要因なんだって。<laughs> 本気のやつは明日からなんて単語言わねえんだよ。今から行動に移すから。本当に適当だなわ分かった。じゃあ、兄のやる気が失せないように、妹が美味しいチキン南蛮を作ってあげる。 ね、うわチキン南蛮だけで美味しいのに美味しいつけちゃうの <laughs> もうそれは二重敬語と言って差し支えないんじゃないかないってんだ俺はチキン南蛮食いてえなそれは楽しみだ買い物には付き合う荷物ぐらいは持つまあそんぐらいしかお前ナナミにできることねえからな <laughs> この優秀で有能なナナミに何をしてあげられるんだろうって言ったら荷物持ちぐらいしかないからなうんありがとうあ純粋なありがとう嬉しいチー <laughs> め率が高かったからこその破壊力があるわそうして俺たちは買い物をしにスーパーへと向かった野田が不意にナミが足 止めるあっとなんか恋人みたいだねみたいな、そういう可愛らしいセリフが聞けんのかなちょっと待って、着信が。電話切っとけお前 <laughs> おい、どんなタイミングで鳴ってんだよなんだお仕事だって。あ、急にガチモドに <laughs>。恋人チックだねとかそんな甘々な雰囲気を立ち込ませる余裕すら見せずにね。ターゲットはこのの人違法薬物の運びや薬物物運びをキロ単位で密輸してるいや、どうやって <laughs> 絶対バレるじゃん、それは。<laughs> <laughs> ここら辺もアストラル能力があるからこそ可能な犯罪って感じなのかなもう通常は竹を小分けに小分けにしまくりまくって、犬の嗅覚すらも欺くぐらいの少量で密輸する人が多いけどね。大胆なやつだな。税関ででいいくくら調べてても薬物は発見できず間違いなくアストラル能力が使われてるあ、やっぱそこら辺アストラル能力なんや。本当に都市伝説とかなさそうだな。<laughs> 不可能を可能にする社会なのかもしんないな。この世界観的に言ったら、能力次第では人の目は愚か、職業犬の鼻をごまかすのも難しくはない。とはいえ、そうなると、素直に考えると、隠蔽する能力だろうな。バックについていてる組織はなししどどここにもも所属せず依頼があればどことでも取引してるなんかかっこいいじゃん、その立ち位置。<laughs> やっぱ組織には属さねえ。一匹狼のままで俺は十分だっていうスタンスね。俺は嫌いじゃないよ。ただし、相手は大口の卸しだけ。自分で裁くことはしてないみたい。 女の子が言うようなスリフじゃねえなこれ <laughs> 大口の下ろしなの砂漠だの言わねえよ <laughs> どこの女の子だよ暴力団との取引場所に一度は警察が踏み込んだんだけど相手の能力で逃げられてる高額迷彩チックな能力者かもねもしかしたら主人公の能力も未だに何って感じだけどとなると隠せるものには自分も含まれるな了解したそういえば透明人間同士との戦いってどうなの <laughs> 気づいたら誰にも気づかれずに透明な死体が転がってるとかそういうボカロのインビジブルな世界観みたいにな,んない 探知系ののアストラル能能力なならそれを見抜くのも不可能ではないあ、逆に探知系のアストラル能力があるのか。面白え。知れば知るほど面白え。<laughs> 今後どんな能力が出るのか楽しみだな。できれば中二心くすぐるようなかっこいい能力がメインキャラクターには付与されてるといいんだけど、本来であればすぐにでも導入すべきなのだが、多種多様なアストラル能力の中には証拠の捏造を行える力も存在する。そのため、能力で得たものには証拠能力はなく、警察をはじめとする国家機関では職務にアストラルを使用することが認められていない。あ、そういう意味合いでのアストラル能力が使え ない発言だったのか？この前の警察は確かに汚職警官とかだったらね。犯罪組織たちと裏で繋がっていて、捕まえた。ところで証拠を隠滅する。警察とか現れるかもしれないからね。だから、俺たちのような日陰者が存在するわけだ。いや、これがいよいよ。本当に法の整備とかが完璧になされたら、こういうスパイを生業とする人たちも職を失うわけか。なんか難しい世界だな。別に正義の味方気取りで慈善事業してるわけじゃない。あくまでこれは仕事だ。警察が踏み込んでくるのに合わせて目標を無力化。その後は警察に任せて即座に撤収。あ。ここら辺。 結託してんのか若干動きづらいもんね警察としてはだから外部委託してるとアストラル能力で証拠を引得されないようにだってレビース了解これより任務を開始するうわかっこいいねなんかさっきまでのろくでな主人公とは違うね <laughs> このスパイ業だけは主人公輝けるもんな <laughs> 気をつけてねサトルん。レビー6言えよお前 <laughs> どんなタイミングでお前プライベート出してんだよ <laughs> 風呂 <laughs> 意識低いよ。了解。そうして俺は夜の闇に紛れるように、その場を飛び出した。リドルジョーカーレ任務より帰還しましまたあ、ここが主人公ちってわけではなく、所属してる組織の本部みたいな感じなのかななんか金ない金ない言ってる割に、結構デカめなモニター3つあるんだね。<laughs> モニター買っちゃって、お金がないってことかな。いや、この姿での立ち絵可愛いね。<laughs> 絶対強風に煽られて帽子飛ぶだろうっていう付け方してるけど、こういうの大体ヘアピンで固定してるからね、女の子は。にしても三つ編みを 横で結んでリボンつけてんのは可愛すぎるなおうご苦労さんあなんか勢いじ登場してんじゃん <laughs> この人何本部長とか気やすい態度で手を挙げるボサボサ頭の男彼は俺たちの上司でありこの組織の責任者でもあるなんか射撃うまそう <laughs> しかもセブンスターとか捨てそう <laughs> 観光費用片手にセブンスター捨てそう情報局特別判通称突販はなんか月句ドラマとかでありそうなやつじゃんクライシスとかこんな感じだよねきっと見たことないけど逮捕権はない捜査権もない必要とあらば超法規的な治安活動も行うアストラル能力を用いた犯罪に対応するためだけに国が設立した非公開の情報 期間あ国が設立したあやっぱ法の整備的な感じで警察だけじゃ手が回んねえってことは分かっていたわけだねじゃあ法の整備がいくらなされたところでこうやって暗躍する組織たちはお金に困ることなさそうだね活動の内容やら政治家や役人でも限られたごく一部の人間しか知られていないそんな組織になんで高校生の主人公と妹のななみが入れてるんだろうね何者なのあの二人は <laughs> スカートされたアストラル能力が原因で社会から弾かれる寸前だった俺は今そんな職場で働いているあらドロップアウト組を引き抜いてんのかなあの上司は 昼は学生、夜は長矛員として働いてるわけだ。いやどんなエロゲっていうぐらい設定かっこいい <laughs>。いや暑いね。有能主人公の匂いがプンプンするよ。これ今回の任務の報告書です。またこいつ報告書書かされてんのか <laughs>。 読書書きすぎて、勉強の復習する時間がないとか、そういう、本末戦闘のオチなんだろうな、きっと。怪我は、今回は、取引相手の暴力団もいたんだろうあ、室長と呼ばれてんのか。かっこいいね。問題ありません。気づかれないように無力化しました。いや、強いんだよな、だから。<laughs> 主人公の能力が何なのか分かってないけど、なんか少なくとも戦闘系のアストラル能力と、透明化のアストラル能力、二つ持ってるってことだよね。二つ持ちてありえるのか <laughs> そいつは結構。ただ、なんだ、どうしたこの時期、長袖はくっそ暑いので、半袖を作ってください。<laughs> てめえ、まともに敬語も使えねえのかよ。<laughs> 上司に向かってクソ熱いとか言うの。<laughs> 意図熱いとか言えよ。よし、わかった。任せておけ。俺が定年退職するまでには何とかしてやる。ここにもやりやり詐欺のやつがいるのかよ。<laughs> 詐欺師ばっかりで構成されてんな、七海の周りは。まあ、そんな返答になるとは思ってた。全身を広めって感じだね。いやエロ、えろ。黒タイツで金髪生えるね。やっぱ、金色の闇感あるね。頭だけ隠すと <laughs> この紋章は何誰がデザインしたセンス良すぎだろ。突破の制服には非常に高価な生地が使われている。詳しいことは末端の俺には知り得ないが、グラムあたりの価格が最低でも金の数倍とか、えぐ<エグ>。<laughs> そりゃ金なくなる。<laughs> まさかこんな主人公と七海だけのメンバー構成じゃないはずだし、 組織全員分ってなったらそれは半袖を作る余裕ないわなもちろんそれほど高額なのには理由があるアルマーニとかじゃないの <laughs> 有名ブランドだからこそっていうやつじゃないのこの記事にはアストラル研究のせいに開発された技術が組み込まれているんだあ、なるほどねそんな素材に付与とかそういうこともできるんだなんか作品を間違えれば主人公になれそうな能力だねそれは <laughs> 光学ののようにに周囲の景色に溶け込み見えなくななくるる力力これはは俺が保有する能力ではないあ、この制服の力だったんだ。あ、じゃあ、主人公は戦闘系の能力の一つ持ちってことか。今のところ、身体能力の発揮系が主人公の能力かなと思ってたんだけど、透明化ではなくなるってことで、なおさらその仮説は現実味を帯びてきたね。制服、より正確には、制服に使われた繊維のおかげだ。メモリー繊維と呼ばれるこの素材は、アストラルを吸収することで、能力を記憶することができる。え、最強じゃねそれ。<laughs> その記憶できるアストラル能力っていうのが、一個だけじゃないとしたら、 無双できないその制服一つで、それにより、自分の能力ではない、高額明細を使うことが可能となっている。とはいえ、犯罪に使われる懸念もあり、一般には決して出回ることのない記事。あ、だからバイク製刀犯たちも知らなかったのか、高額迷彩のことについて。なんかパンピーには知られていないものを使ってるっていう優越感半端なくね、主人公。<laughs> 高価になるのも当然であり、好き勝手に作れるほど突破の予算は潤沢ではない。とはいっても、現場で動く人間以外はいらないんじゃないかと思うけどね。<laughs> ななみは反現場みたいなもんだけど、あいつタブレット担当みたいなもんなんだし、制服着なくていいんじゃないかと思うけど、<laughs> 主人公だけでよくねえかその件に関しては申し訳ないと思ってるんだぞ。他の連中からも要望が出ているしな。つってもくっそ熱いっていう要望が来て、よしじゃあ直そう、これから作るぞ、半袖ってなった瞬間に冬着そうでうざいからね。<laughs> そうなったら長袖でいた方が一番いいんだよな。今すぐには無理でも、ちゃんと予算を確保するから、長い目で待ってくれ。あ、ったりホワイト企業じゃん。<laughs> この七朝のこ 言葉が本当なのかどうかは定かではないけど、こうやって言ってくれるだけでも十分ホワイト要素高いな。で、話を戻すが。室長は、俺が渡した報告書をパラパラとめくり、手早く目を通していく。どうだったここに書かれていないことで報告すべきことはあるかいや、なんか、プロの世界を垣間見てる感じがして、えぐいね。<laughs> 俺が10年前の俺だったら、リドルジョーカーが人生で最高のエロゲだという風に思っていたかもしんない。ちょうど中二病前世紀だったし。<laughs> リドルジョーカー最後までリドルジョーカーをご視聴いただきありがとうございましたいろんなエロゲの実況を数多く投稿しているので推しを見つけたい視聴者さんは画面中央のレネをまさぐってチャンネル登録していただきお気に入りのヒロインを探してみてくださいまた出会える時を楽しみにしてますバイバーイ